今からホッキョクグマ一旦お部屋の中で休憩してもらって、でちょっとプールに浮いてるおもちゃ何個か回収してから再度出てきてもらいます。で出てきてもらうときにおやつあちこちにセットしますので、ホッキョクグマがねプール泳ぐの得意なところとか鼻がとてもいいところとかご覧いただけますので、ちょっと暑いですがちょっと日陰に入りながらお待ちください。で今ガンガンねお部屋の中で音鳴ってるのは肝油って言って、油を舐めるためにねこうちゃん一生懸命ね網叩いてるとこです。叩けば叩くほど油が出てくる状態です。でこれねおもちゃ回収しないと結構ねすぐ飽きてしまうので、一旦全部回収、まあ、全部は回収できませんが回収できるのはして、でお腹満たしてからまた遊んでもらおうと思ってます。あのホッキョクグマねとても頭がいい動物ですので、一緒のおもちゃでも新品だったら全然反応違ったりとか、その新品と古いのとかで、ね、見分けるぐらい頭いいです。皆さんが写真撮りやすいところにリンゴ置いておきます。でカラスがね途中から盗みに来たりしますが、リンゴはさすがに盗まれないんでここ置いておきます。で今からねどういったご飯を与えるかというと、鶏肉あげてます。鶏肉で牛肉2キロずつで、アジですね、アジ1キロから 1.5 キロ上げてます。でホッキョクグマね野生下ではアザラシを主食にして暮らしているんですが、動物園ではこのように牛肉とか他の動物園では馬肉なんかも食べたりしてます。で、先ほど紹介したリンゴなんかもね食べます。で人参も食べるんですね。で白菜も食べます。ただやっぱり野菜の方が反応は鈍いです。野生のホッキョクグマも夏場はアザラシ取れない時期が来るんですね。でせっかくね頑張ってアザラシ取れる時期まで冬まで我慢してて、氷がなかなか張らずに、絶滅の危機に陥っているっていうのはもうね皆さんご存知だと思うんですが、結構ねホッキョクグマやばい状況になってます。でホッキョクグマが絶滅したよって私たちがもしニュース速報なんかで見ることがあれば、もちろん人間の環境ももう間違いなく悪くなっておりますので、どうかねこの動物が暮らしていけるようにちょっと地球環境について考えていただければと思います。でホッキョクグマだけじゃなくてマレーグマとかメガネグマとかといろんな動物、低物動物園や動物絶滅危惧種たくさんいてますので、どういった理由で絶滅の危機に陥っているのかとか、まあ、そっくらい話ばっかりじゃなくて、あとその動物の魅力的なところ、ホッキョクグマは泳ぐの上手とか、じゃあメガネグマとかマレーグマ何が得意なんだろうとか、じゃあレッサーパンダは何が得意なんだろうとかね知っていただいたら、もっともっと動物が魅力的に見えていきますので、そういった感じで動物で回っていただければと思います。そしたらね今からあちこちにおやつ隠していきますので、もう少々お待ちくださいね。で生さつまいも、僕が今まで知ってるホッキョクグマ生さつまいもあんま好きじゃないんですね。こうちゃんはどうだかちょっと僕最近お世話しだしてるのでわからないですけど、生さつまいもが好きかどうかをちょっとねご覧ください。一応ここ置いときます。蒸しさつまいもは好きです。生さつまいもは食べない子が多い。Thank you.
いい動物ですので、この筒の中にね、アジと肉入れてます。どうやって出すかね、ご覧ください。力任せに取るのか、ちゃんと考えて取るのか、ちょっとご覧くださいね。ちなみに、ほうちゃんのお母さんのいっちゃんっていうお母さんは、これ、こうやって傾けて、こうやって出してました。はい、すごいです。ほうちゃんもどうやって出すか、ちょっとご覧ください。
おお、そっかそっかそっか、ちょっとチャンス。Thank you.